フライトモードオン。フライトモードオン。駆動用電池起動。サマーバッチリーズアクティベーション。全システム準備完了。All systems are ready. メインエンジンイグニッション。SLB イグニッションのレフトオフ。センターから打ち上げられました。2014年12月3日、種子島宇宙センターから打ち上げられた小惑星探査機はやぶさ2。往復6年間にわたるそのミッションを振り返ってみましょう。ロケットから切り離された探査機は折りたたまれていた機器を無事に展開。探査の体制を整えて地球を旅立ちました。初期機能の確認とイオンエンジンの試験を終えて巡航を始めたはやぶさ2。打ち上げから1年後、再び地球に接近しました。地球の引力を利用したスイングバイでその軌道を大きく変え、いよいよリュウグウへ向けて舵を切ったのです。はやぶさ2はリュウグウを追いかけるように加速していきます。はやぶさ2の推進力を担うのはキセノンのガスを噴射する効率の高いイオンエンジン。長期間の安定した運転を続けることで、はやぶさ2は着実にリュウグウに近づいていきました。往路の総飛行距離31億キロメートル。打ち上げから3年半余りが経過した2018年6月27日、はやぶさ2は小惑星リュウグウに到着しました。最初にリュウグウに降りたのは直径18センチの小型ローバー。ミネルバ2のローバー 1A と 1B は重力の小さなリュウグウの表面をホップしながら移動して写真を撮影。小惑星表面で移動探査をした世界初の探査ロボットとなりました。はやぶさ2はドイツとフランスが共同開発した小型着陸機もリュウグウに運びました。写真撮影だけでなく熱放射や磁場の計測など小惑星の表面でデータが取得されました。はやぶさ2の最大の挑戦、タッチダウンに向けてリハーサルが繰り返されます。3回目のリハーサルでターゲットマーカーが投下されました。ターゲットマーカーは約18万人の名前を載せてリュウグウ表面に着地。フラッシュライトを反射するターゲットマーカーがタッチダウンを行うはやぶさ2をガイドします。いよいよその時がやってきます。危険な眼界を避けて慎重に選ばれた領域にはやぶさ2が降下を始めました。
ターゲットマーカーを確認しながら機体の位置を自律的にチェック。はやぶさ2は着陸地点を目指します。目標地点上空に到達したはやぶさ2は着陸姿勢をとり、ついに最終降下を始めました。ホーンの先端が設置した瞬間、弾丸が打ち込まれ、リュウグウ表面の物質が巻き上げられます。実際のサンプル採取は一瞬の出来事。はやぶさ2は直ちに上昇に転じて小惑星の表面を離れました。第1回のタッチダウンを成功させたはやぶさ2、次はさらに大胆なミッションに挑むことになります。はやぶさ2から分離されたのは人工クレーターを生成するための衝突装置。飛散する衝突装置の破片や小惑星からのイジェクタを避けるため、はやぶさ2はリュウグウの影に隠れなければなりません。回避するはやぶさ2に代わり、放出された分離カメラが衝突装置の作動を見届けます。爆薬により高速で打ち出された銅の塊がリュウグウ表面に衝突し、噴出した物質が円錐状に飛散しました。重力の小さいリュウグウの周囲には噴出物が長期間飛散する可能性があるため、一旦離れたはやぶさ2がリュウグウ近くに戻るのは約2週間後のことでした。衝突実験後の詳細な観測を踏まえて、はやぶさ2は第2回タッチダウンに挑みます。目標地点は人工クレーターの近くの地下物質が降り積もっていると推定されたところです。カメラのレンズにホコリがついていたので、計画よりも低高度でホバリングをし、その後最終降下。第1回を上回る正確なピンポイントタッチダウンを行うことができました。設置の瞬間に加工品が作動し、はやぶさ2は2回目のサンプル採取にも成功したのです。採取されたサンプルには、衝突によってクレーターの地下から放出された宇宙風化をあまり受けていない物質が含まれているかもしれません。はやぶさ2に搭載されたターゲットマーカーは5個。そのうち2個がタッチダウンの誘導に使用されました。未使用の2個が分離され、リュウグウの極軌道と赤道軌道に投入。一時的に地球外天体を周回する世界最小の人工衛星となりました。はやぶさ2から撮影された周回運動を解析することで、小惑星の重力場を詳細に推定することができます。このターゲットマーカーの分離運用は最後の探査実験のリハーサルでもありました。最後のミッション機器が小型ローバーミネルバ2のローバー2。
リュウグウを一周余り周回した後、最後は表面に着陸しました。リュウグウの自転周期と同期した通信がローバーが確かに地表にいることを示していました。すべての近傍探査を終えたハヤブサ2がリュウグウを離れる日がやってきました。リュウグウ探査の間、休眠していたイオンエンジンも健在。イオンエンジンを噴射して地球に帰還するために徐々に軌道を変えていきました。地球帰還まで1ヶ月半。化学エンジンによる精密な軌道制御、TCM 運用を行います。地球帰還まで10日。カプセルを着陸地に送るために許される軌道のずれはごくわずか。はやぶさ2はオーストラリアのウーメラ砂漠上空に向かう軌道に入りました。カプセルを最適な角度で再突入させるため、はやぶさ2は姿勢を変更。リュウグウで採取されたサンプルを収めたカプセルは探査機から離れ地球へと送り出されました。カプセルの分離を確認したハヤブサ2は、地球への衝突を避けるために大きく軌道を変更します。地球に再突入したカプセルは、空力加熱の高温にさらされながら貴重な中身を守り抜きました。ハヤブサ2は小惑星往復ミッションを完璧に成し遂げて次の旅へと進んでいます。2020年12月6日、オーストラリアの空を駆け抜けた一筋の火球。10年前、初代のハヤブサが帰還したウーメラ砂漠にハヤブサ2も帰ってきました。2195日、総飛行距離52億4000万キロメートルに及ぶ探査機の旅は一区切り。でもハヤブサ2が持ち帰った玉手箱を手にした科学者たちの地の旅路はこれからが本番です。カプセルの中には約 5.4 グラムの小惑星のサンプルが入っていました。水や有機物に富むリュウグウのサンプルは太陽系初期の物質を今にとどめています。この貴重なサンプルはこれから世界中の研究者によって分析されていきます。